生活の育成ゲームへようこそ。今回はルイメンの激安スマートウォッチについてアップルウォッチとの比較をお届けします。ルイメンのスマートウォッチは3990円で購入することのできるいわゆる激安スマートウォッチです。いつも通り製品の概要を話した後に3つの観点から性能を比較していきます。評価基準は Apple Watch SE 第1世代になります。外観は Apple Watch によく似ていて四角いタッチディスプレイが特徴的です。Apple Watch は丸みを帯びた形をしていますが、こちらは割とカクカクしていますね。物理ボタンは側面に1つだけあります。Apple Watch と比べるとデジタルクラウンが省かれた形で、これは一長一短という感じです。個人的には Apple Watch の操作性は少し煩雑でいつも迷うので、操作性がシンプルになっているのは強みだと思います。専用の充電ケーブルが付属しています。この価格帯のスマートウォッチは充電ケーブルが独自規格になりがちなのですが、これは割と汎用的なコネクターだと思います。というのも、他にもこのコネクターを採用したスマートウォッチがあります。なので、この規格に統一するっていうのは結構いい動きなんじゃないかなと思います。次に性能比較です。まずはシンプルに時計としての性能を見ていきましょう。この項目では操作性や視認性、バッテリー持ちを比較します。画面サイズが 1.85 インチと割と大きめなので、Apple Watch よりも文字盤は見やすいです。その文字盤はアプリと連携することで自由にカスタマイズすることができるので、文字盤のデザインが少なくて困るということはないと思います。また Apple Watch と同じく自分の好きな画像を背景に設定するということも可能です。常時点灯には非対応になります。手を上げることで自動で点灯する仕組みですが、 Apple Watch よりも画面がつく速度が少し遅いです。なのですぐに時間を確認したいときはこのタイムラグに少しイライラするってことがあるかもしれません。アラーム機能はいい感じです。僕は朝起きることと球技がこの世で一番苦手なので、スマートウォッチでアラームをかけることで手首のバイブレーションで起きることができるようにしています。なので僕にとってはスマートウォッチのアラーム機能というのがとても大切です。この振動の大きさが微妙だとアラームとして使えなかったりするのですが、この機種は十分震えてくれます。アプローチと比べると若干振動がきめ細かいかなという感じです。アプローチがブルブルと震える感じだとしたら、まあ、こっちはウィーンっていう感じの震え方ですかね。バッテリー持ちは結構良くて、1日使ったら 20% くらいの減り方だったので、最大で5日間くらい持つんじゃないかなと思います。2、3日の出張とか旅行だったら充電器は持っていかなくても大丈夫そうですね。アプローチのバッテリー持ちは機種によりけりなんですが、僕が使っているアプローチ SE だと1日半くらいが関の山で、バッテリーを重視すると10万円以上する高級機種を買う羽目になるので、まあ、バッテリー持ちを求めるんだったらアプローチはやめといた方がいいんじゃないかなというのが僕のスタンスです。次にスマホの子機としての性能を見ていきましょう。通知機能やスマホを探す機能、そしてキャッシュレス決済の機能について評価をしていきます。通知機能は個人的にスマートウォッチを使う大きな意義の部分だと思います。僕は四六時中スマホを見つめているタイプではないので、マグセーフスタンドにスマホを置きっぱなしにしてしまうということがほとんどです。そうすると通知に気づかないことがあるので、スマートウォッチが振動で通知を知らせてくれるというのがすごく助かっています。費用対効果を考えると、まあこれだけのためにアプローチを買うっていうのはさすがにナンセンスだと思うのですが、4000円だったらこの通知のためだけに導入してもいいんじゃないかなと思います。通知の機能はアプリ連携で使うこのグローリーフィットというアプリに依存します。これは以前僕が紹介したフォスメットのスマートウォッチでも使われていたアプリです。多分 OS の基幹部分がある程度共通規格になってるんだと思います。主要のアプリについては個別に通知の設定ができて、それ以外のアプリについては一括でオンとオフを切り替える形になります。なので洗濯機の通知を受け取る設定をすると、自動的にウェザーニュースとか au pay の通知が全部降ってきます。なのでちょっと小回りは効かないかもしれないですね。スマホを探す機能も重要です。僕はスマホをどこに置いたのか忘れてスマホがないないって騒ぐのが日常茶飯事なので、スマートウォッチからスマホの音とバイブレーションを鳴らす機能というのは必須です。アプローチは結構でかい音量とバイブレーションで確実に場所を知らせてくれるのですが、こいつはアプリの通知を出すだけになるので、まあ音も小さければバイブレーションも結構微妙で、まあ正直使い物にならないかなというのが僕の感想です。やっぱりアプローチみたいに OS レベルでコントロールをしているのではなくて、あくまで一つのアプリケーションのレベルでコントロールをするというだけなので、この辺は構造的にできることが違ってくるのかなと思いました。キャッシュレス機能については当たり前ですがついていません。まあこの価格帯なので当然かなと思います。最後に健康管理デバイスとしての性能を見ていきます。
試しに心拍を測ってみました。心拍は絶えず変化するものなので、全く同じ数字が出るわけではないのですが、おおむね Apple Watch と同じ結果が出ていました。精度は高いと思います。他に僕が使ってみていいなと思ったのは、座りすぎ通知機能です。指定した時間座り続けていると、立ち上がるように通知をしてくれるという機能で、例えば仕事中に長時間座り続けてしまう人や、運動不足を解消したい人におすすめです。僕はフレキシスポットの電動昇降デスクを使っているので、座りすぎ通知が来たら天板を上げてしばらく立って仕事をするとか、あとはストレッチをしてみるとか、まあそんな感じで使っています。今回は説明を省きますが、他にも睡眠時間やアクティビティの記録をしてくれる機能もあるようです。はい。ということで、ルイメンのスマートウォッチについてアプローチと比較をお届けしました。そもそも価格が大きく違うので、単純比較をするっていうのは難しいんですけれども、おおむね激安スマートウォッチとしては大検討していたんじゃないかなと思います。特に文字盤の視認性やバッテリー持ち、通知機能や目覚まし時計としての用途に魅力を感じる人にとってはいいデバイスなのではないかなと思いました。ぜひ参考にしてください。以上となります。このチャンネルでは生活を豊かにするアイテムについて、比較検討の備忘録や使いこなすためのコツを動画にまとめています。ガジェットや家電に興味のある方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。